上げます。最高です。っていう場所に来たんですけど、ここからこの船に乗って、この向こうですかね、牡蠣のイカダをちょっと水揚げですかね、なんかその様子をちょっと見させてもらえるってことで今日やってきました。重なってる岩があると思うんですけど、重ね岩って言います。で、ここから、大阪城の石垣とか、正面の桜門っていうところがあるんですけど、両サイドに使われてる石は北木島から運んでます。なんか側面に動物の顔が浮かび上がります。動物です。平家のペットです。平家の伝説が結構あって、平家の飼い猫です。猫なんで、猫耳がちょっとこう一つ上にあって、丸い尖ってる。ようこそ北木島へ。ありがとうございます。北木島で牡蠣養殖をしています雄和水産の藤井と申します。よろしくお願いします。弊社の牡蠣は、あそこの上りにあるように喜びが多く嬉しくなる牡蠣と書いて北木牡蠣って言います。で、本当お祝いの席で使われたいという思いで、こういうネーミングをしているんですけれども、で、元々は芝島、芝という字の芝の島とか芝島っていうので、名前があったんですけれども、ある瞬間から北木島っていう名前に変わりました。っていうのは昔の方は縦書きですよね。縦書きで、芝島って書いた時に芝という字が北と木に見えた。権力者が来て、北木島の人がこう芝島って書いたのにそれを北木島って読んじゃった。でこれを言い直せなかったっていうすごい面白いエピソードがあって、そこから北木島っていう呼ばれるようになりました。喜びが多く嬉しくなる書きと書いて北
義と読んでもいいのかなということと、そういった石材が結構、盛んでですね、いろんなところに出世しているということで、めでたい出世柿っていう形で、位置づけしてます。 M サイズがひな柿ですね。で一粒ずつ測っているので、もう規格が決まってまして、その時期の出荷するタイミングでどのサイズの名前なのかっていうので出荷をしてます。牡蠣の、こだわりを、3つぐらいあるんですけれども、一つは育成環境のこだわりです。こう見ていただいたら分かるように海がとても綺麗だと思います。船をね、迎えに伺った時のあの港と比べるとすごく綺麗です。でここは綺麗すぎてですね、牡蠣養殖にはあまり向きません。はい、あの本土側のちょっと濁れたような海域の方が、牡蠣の養殖とか、プランクトン量というのは非常に多いんですけれども、早く育って早く売れるっていうので牡蠣養殖はやはりそちらの方で、育てることが多いんですけれども、弊社の場合は、綺麗すぎる海域で育ててます。で、今島の人口も今登録で800弱ぐらいの人しか住んでないんですけれども、実際はもう500人ぐらいしかいません。はい、っていうことで生活排水とか人間から出るノロウイルスっていうのが非常に少ない海域で養殖してます。で、こういった綺麗な海域で、ゆっくり、最終的には大きくなっていくので、食べた時にはすごく、雑味がないっていうことをよく言われることが多いです。でこれが、まあ、天気のいい日に撮った写真なんですけれども、ここ10メーターぐらいあります。水深が10メーターで、砂地なんですけれども、非常に砂が見えるぐらい透き通ってて、水深10メートルでもそこが見えるような、はい、海域で養殖をしてます。で、あと、もう一つこだわりが安全性のこだわりです。で、安全性のこだわりは、岡山県では唯一、生食用の殻付き牡蠣の、出荷をしてるんですけれども、検査をですね、国の基準が月1回なんですけども、それを週1回から2回、検査に出して生食用として出荷してる。なので4倍以上の、検査頻度で出荷をしてます。で、2002年に、牡蠣養殖を始めたんですけれども、まあそこからずっと、そういった食中毒とかノロウイルスの被害を、出したことのない海域でやってます。でもう一つのこだわりは、こう自ら後で見てもらいますけど、牡蠣は非常にいろんな付着物がつきます。で、それをですね、フジツボとかいろんな海藻がつくんですけども、それを一粒ずつきれいに手作業で、そういうものを除去して出荷するっていうのをちょっとこだわりにしてまして、非常になんか匂わない牡蠣だってよく言われます。
牡蠣の成長が遅れてるので、今回ご用意したのはひな牡蠣になります、はい、で、これは生鮮の、ね、フレッシュの、牡蠣なのでちょっと、はい、皆さんで食べてみてください。これ焼いたやつ、今ストーブで焼いたんだって。やばい、まあ、まず生を、はい、生食べてください。持って帰って。こっちがギリです。皮の色違うんだ。ちょっといただきます。どうぞどうぞ。アルコール臭が好きでしょ。あ、うまっ。まだ違う感じ。私、グァンと申します。今は3年目働いてます、はい、あ、もともとベトナムの牡蠣の工場で。あ、いや、牡蠣は携わってなかったです。 で日本に、まあ、実習生として行きたいってなった時に、学校側からの推薦があって、じゃあ日本に行くならここへ来たらどうかっていうのを先生にも言われたし、先輩からも教えてもらった。あ、なるほどなるほど。でちょっと牡蠣に興味が出たな。はい。牡蠣、牡蠣好きですか。はい、大好きです。本当ね、素直で真面目な子ですよ。はい、あ。な。でとても勉強熱心です。疲れて帰っても日本語の勉強をして、毎年テストを受けに行くしな。はい。だから僕は彼らが今度ベトナム帰った時に、こういう牡蠣に携わる仕事についてほしいっていう。ベトナムで、うちの牡蠣を販売してもらったり生産してる現場の責任者になってほしいっていうのがあって、もうこれだけ5年や7年一緒にいると人間関係普通にできちゃうし、信頼関係もできるんで、まあ、そこをちょっと僕は目標にはしてるんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞどうぞ。これ北木市には上陸、まさか上陸するとは思わなかった、はい、牡蠣を収穫してきたら、ここへ持ってきます。これがドラム式洗濯機と同じです、はい、後ろ向こうの奥の方に、口があって、そこへ牡蠣を入れていきます。あと傾斜がついているので、だん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 回ると、ドラムが回るとだん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 ずれていきます。で、ずれながら大量な水で、今洗った牡蠣は2階に上がってます。で、今まではワンフロアでやってたんですけど、もうゴミがいっぱいになったらいちいち席を立ったり、牡蠣がいっぱいになったら席を立ったりして、効率がすごく悪かったので2階建てにしてます。で、上で作業して、ゴミはベルトコンベヤーを敷いてトラックに乗って、牡蠣は水槽の方、青い水槽の中にポチャ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 落ちるように、テーブルの中に落としてやると、水槽の中に入ってくるんですよ。分ける作業がまずここにある。
で、ゴミはこの中に入れると、さっき下に行かせなく、で、できた牡蠣は、で、コンベヤーに乗る。通して殺菌します、はい、なんですけどもう数値がもう全くもう一番低い匂いも何もしない、はい、うん、もう最低限の塩素になったので、はい、もうそれであのやってます。最高です。よし。はい、というわけで、笠岡の小野島に戻ってきました。
今日ね、そのイカダのね、この、牡蠣の養殖の現場とか、その生産加工工場ですかね、見ていただいて、その牡蠣がどんな感じで処理されて、普通にお店に並んだりとか、普通に料理として出されているのかっていうのが分かったのか、分かっていただけたらいいなっていう感じで、動画を制作いたしました。またね、興味ある方ぜひ行ってみて、買ってみてください。北木島の牡蠣ということで、それではまたよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。